全密着100作品目ということで、これはもうめちゃめちゃレアよ。これ初めて見たよ。半年くらい腐り合ってた。あれだぞ。ジャイちゃんです。エガちゃんや。エガちゃんなのよ。おはようございます。早起きです。いやめちゃめちゃ朝が早い。朝早いし夜寝れなかったし。いやそうなんよ。クロアチアがブラジルを破るというね。そうだ。そしてアルゼンチンが、はい、アルゼンチンがね、オランダをね撃破するというね。本当連日連夜ね撃破なんですけども。今回は完全密着100作品目ということで。いやボリューム100ですか。ボリューム100でございます。シャープ100ですね。ついに完全密着シリーズ。シリーズもね、はい、100作品目ということでね。いやこれはねちょっと感慨深いですね。いや長かったようで短かったってことで、今日はジャパンオールスター2022インアジスタ、よし待ってました。昨年もね、うん、ジャパンオールスター2021で、うん、日産スタジアムで、そうだね、まあ、素晴らしい景色を見ましたけども、はい、今日はねアジスタで、うん、さらに去年よりももっとパワーアップした景色をね、うん、見たいというふうに思ってます。ちょっとなんかあれですね、うん、不思議な匂いがしますね。うわ出たー、唐揚げくん来たー。懐かしいね。懐かしいわ。試合の日にさ唐揚げくん食べるって、うん、3年前食べてたもんね、関東リーグ前で、はい、あの唐揚げくん救われに行こうと思います、うん、私。そう今逆光の中の唐揚げくんだって。いや逆襲の唐揚げくん、逆襲の唐揚げくん。今年もね、あの去年同様カメラマン高一が来ましたので、はい、お久しぶりです。1年越しですね、はい、1年越し の、だこの GoPro は高一に託すと。オリンピックみたいな男です、うん、あれなんだよね、映画って仲悪いから別々行くんですよ。そうそう、竹谷はファミリー連れなんで、うん、なんか別で行こうって言われて。いやいい、そういうのいいよ。そういうのいいよ。選手関係者を見つけ、関係者です。圧倒的関係者、圧倒的関係者。でかくないそれ。あこれ、うん、まあ俺にとってはね、これあのトールです。トール、トーラー、トーレスとですね、三月。うわすげえ、すごない？すごい。うわー、めっちゃいいやん。ガチロッカールームだ。めちゃめちゃいいやん。これは暑いね。こちらです。暑いですね。めちゃめちゃいいやん。いつもね、こんな感じでね、ユニフォームとかね、入ってんだけど、うん、今日はちょっとオシャだね、これは。演出がオシャだね。アメニティ紹介ですね。アメニティ紹介。アメニティ紹介。アメニティ。じゃあジャイアントのアメニティ紹介を。本日はですね、ルームツアー、ルームツアー。はい、味の素ホテルの方に来ているということですけど、ちょっとあれですね、あの作りが独特ですね。そうだね。あのロッカーが少し多めですね。ロッカールームだね。部屋のタイプがですね、こちらワンルーム。でこちらのシャワールームが独立しているということで、ちょっとこちら行ってみましょう。電気がちょっと待って、暗くて見えない、うん、暗くて見えない。あ、ありますか、これだ、ありますか、ほら。あれでですね、今回からウィナーズのボールが変わったんですね。新しいプーマのこちらボールになって、お、こちら水とカロリーメイト各種、そしてまあちょっと紛れてるこのビタミンが入ってるね、こちらウィダー。先着2名だけこちらビタミン取れると。はい、いう感じ。あとはもうエネルギー取っとけと。ビタミンが2個ですね。1個なくない。ピチューン。マッサンと運パが撮影してますね。あ、本当だ。すごい、すごい逆光の運パ君。鮮やかな逆光だね。うん、すごいよ、ほら、あの電光掲示板。本当だ。リールズジャパンオールスター2020、うん、うわぁ、待って、そうそうそう、グタグタグタ、マーキャー、マーキャー、そうそうそう、マーキャー、マーキャー、レフリー、レフリー、ワールドテクナイターレリオ、誰もいない。さあ、それでは皆さん一緒に歌いましょう。バンバンザイの皆さん、よろしくお願いいたします。どこにいたの、探してたよ、連れて。本日ね、こちらブリリアムコーヒースタンドさんがこちらジャパンオールスターに出店すると。うわ、めちゃくちゃいい感じよ。これいいね、この、
マッスーナンバンバーガーとジャイアントバーガー。もうこれはたくさん今日は売る気ですよ。タクヤトイレ大丈夫？さっきできた。今何見てる？ワールドカップの結果知らない状態でオランダ対アルゼンチン。知らない状態なんで言わないでください。見てないよ、見てないけど結果は知ってるよ。ちなみにどっちかそう思いますか？アルゼンチンだから。あー、そういうなるほどね、そういうアルゼンチン派ってことだよ。アルゼンチン、じゃあオランダの人のこと嫌いってこと？いや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 、競合チャンネル潰していかないといけない。あ、でもサッカーじゃないから我々。全然全然全然。我々のグルメチャンネル回ってるんだ。食レポ、食レポ、高谷さんいけるんじゃないですか？シエテ音声で買ってきました。お、食レポいきます。食レポこれ貴重だよ、レガセの食レポ。あ、この耳がカットされたパン、もちもちなパン、美味しい。具の説明はい。おー、1本目？大きい大きい大きい。俺1本目だね。大きい大きい。まだ共演できないんでしょ？俺2本目だよ。なのよね。まあ次もしあればね。そうやね。うん。私は右ハーフになりました。右ハーフ。右ハーフ。ポジション変更したの？王女君と。おー。あれじゃあ、牧野君も。ベッカムします。言ったわけ？ベッカムします。ベッカムする。ベッカム。なるほどね。俺の会話全然入らない。リアのほど、このピリピリ感。この、クリス感。これね、モチベーションを上げてくれたんで、もうやるしかないんでね、沸かせ。この時間が一番楽しい。おー、確かに。でもめちゃめちゃ緊張します今は。最高。あー、暑いなー。楽しみっすね。おー、ありがとうございます。買ってね。スレジダメついてるからスローイン投げやすいよ。スローイン、スローイン。最高だよ。最高だよ。やっと受けれました。めっちゃ楽しかった。いやいやいや、最高。最高。仕上がって、仕上がってる。最高。マス、マス。マス見てるよ。うわ、夢の時間や。これやばい。これ夢の時間や。これやばいわ。マスが天気で。楽しみだ。よし、よし。5、4、3、2、1、ワー！オッケー、やった。せーの、ジャイアン。せーの、ジャイアン。いただきます。おっしゃ。せーの、ジャイアン。これはもうめちゃめちゃレアよ。やっと出ましたよ。これはやばい。今度僕がジャイアンにキックを教えてもらうっていう企画やりましょう。俺が教えるんですか？教えてもらえたの。右のジャイアンと左の西川。お願いします。お楽しみに。お楽しみに。これ YouTube 出るんですよね。出ます。
ぜひ乗せてください。ちょっと見てるね。はい、大阪選手もコラボ、あ、ぜひお願いします。ここはもうやっぱ J リーグの壁越えていきましょう。はい、お願いします。実際にいいんだけど、シュートストップほんとやばい。いやいやいや、すごいよね。勘でいくから。いやいやいや、すごいっすよ。僕も見てますから。ラジル見るよね、選手。見てます、見てます。キーパーのね、ほんと地位を上げるように、僕の、はい、YouTube で頑張るの、J リーグで、はい、お願いします。お願いします。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、写真撮る、写真撮る。いやいや、マジ最高。昔懐かしいよ。ジャイアントカズ。俺らが知ってるの若かったから。八重西の赤の上。八重西ないんでしょ。いやいしないのに。なくなった。なくなっちゃった。あ、そうなんだ。俺、初めて見たよ。8対8ぐらいのミニゲームで、パントキックで鎖当ててた。でも、それがすげえんだ。その後呼ばれた。その後呼ばれてない。いや、あれ1回だけ1回だけ。お、フレッシュ来たよ。フレッシュ。ありがとう。もう一回いくよ。せーの、フレッシュ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あっという間でしたね。早かったね。これしかも今年失点して負けちゃったんだね。またあのしげちゃんのね、あのちょっと当たって、多分ね、枠外だったんだけど、ツンツンで枠が入ってきて、もう覚えてないのよ。そして西川さんとか、あれやばかったね。あとあれだね、大谷さんがね、今回のこのジャパンオールスター2022がラスト。僕は大谷選手に YouTube やりませんかって言いました。どうだった？俺も聞いたさっき、みんなみたいにやれないっていうか。ただね、ちょっと大谷選手に、谷さん、ちょっとうちの YouTube コラボしてください、ね、柏とかで谷さん会社グルメやらせてくださいって言ったら、もう全然、あ、マジ言ってくれたんで、これはちょっとね、レイソル行かん、はい、レイソル行かん、ちょっとワンチャンあるんでね、決まりない。こちらはちょっとお楽しみにしてください、はい、完全密着100シリーズ目ということで、内容の映像が撮れてないかもしれないね。そうね、いろいろ選手だったんですか、うん、いや、もうこれは光一君次第なんで、面白ければ光一くんにコメント、つまらなくても光一くんにコメント温かいコメント、温かいコメント、温かいか。ジャイラート中の人はね、本当に優しいから。温かいんすね。温かいですね。ということで、今回ジャパンオールスター2022完全曲ボリューム100シャープ100落ちました。ありがとうございました。ありがとうございました。4、3、2、1、せーの、ジャイラート。